伊集院が保管庫へ向かう少し前のことです。アレックスは水槽の中で目覚めます。降りしきる雨の中トラックを運転していたはずでしたが、気づけばここにおり、そして真実を直感するでしょう。そんな、私がそうだけ嫌だったというのは、偽りの記憶なのですか？いや、そこかよ。まあ、目覚めてしまったからには、私は今の状況を受け入れます。何か周囲に武器になりそうな棒はないですかね。棒ですか？ちょっとこの空間にはないですかね。上階へと続く階段に手すりがありますよね。手すりを支える棒が一本くらい錆びて取れやすくなってませんか？なるほど。なくもないのかな？じゃあもしかしたらあるかもしれません。幸運の半分でロールしてください。ありますね。マジか。デハーレックスは 1.5 メートルほどの金属の棒を手に入れたということで良いでしょう。攻撃力は竿だけと同様で構いません。わかりました。デハ、このまま上階へと移動しようと思います。わかりました。デハ、アレックスが移動した直後、伊集院は妻と再会し、そして管理室からの銃撃を耳にします。あなたは管理室まですぐのところにやってきます。近づくにつれ次第に銃声は聞こえなくなり、恐ろしい方向と、金属が破壊されるような音だけが聞こえます。カナエ、ここで待っていてくれ。絶対にこれ以上前に来てはダメだ。デハ、今あなたは管理室の扉の前にいます。扉越しに中の様子は見ることができますか？窓がついており可能ですね。デハ、伊集院は慎重に中の様子を伺います。まずあなたの目に飛び込んでくるのは、血まみれになったアキラの姿です。腹部に怪我をして大量に出血しているようです。力なく壁に持たれており、瀕死といった状態ですね。そして、アキラのそばで暴れ回る化け物の姿を、あなたは目にしてしまいます。それはあえて例えるならばイカやナマコに似た生物です。ブヨブヨとした一本の体の先端に触手がついており、それを振り回して機械を次々に破壊していきます。天井を突き破って現れたようで、見えている部分だけでも5メートルは長さがありそうです。さて、デハ、伊集院は恐るべき化け物の姿を目の当たりにしてしまいます。サンチェックをお願いします。くそ。私はどうすればいいんだ。今すぐにでも助けなければアキラは死んでしまうだろう。だが、私には戦う術がない。カナエも守らなければならない。ここで逃げたらどうなる？仮想空間にいる他の人たちを助ける手立てはあるのか？そう。私は、エイスケさん、みんな、大変だ。伊集院さん、あんたも無事だったか。それどころじゃないんだ。管理室に化け物が現れて、アキラさんが襲われている。なんだと、それは一体。天井を突き破って触手のような化け物が現れたんだ。早くしないと機械も全て破壊されるかもしれない。下まで戻るか。っていうかそもそも戦うか。下に戻る場合、エイスケさんはどうする？基本的に彼はあなたたちに従ってくれるでしょうが、戻るというのであれば難しいですかね。待ってくれキーパー、交換室に現れた化け物は天井を突き破って現れたんだよな。だとすれば、B1 フロアの真上の空間から、その化け物を攻撃することも可能だよな。地図を見る限り、交換室の真上に位置するのは実験室だ。だとすれば、そこから攻撃することはできないか。ああ、なるほど、そうですね。はい、デハ聞き耳を振ってみてください。デハ成功したものは先ほどからあなたたちのいる先から地鳴りのような、何かのうごめく音が聞こえることがわかるでしょう。先にある部屋全体を揺さぶるような、激しいものだとわかります。行くか？行くんだな。戦いましょう。はい。デハ、あなたたちは実験室へと向かいます。実験室の扉を恐る恐る開けると、そこにはやはり伊集院の見た触手の化け物がいることがわかります。
実験室の側面から現れ、床を突き破り管理室へと向かったようで、触手の一部があなたたちからは見える状態です。というわけで、まだ化け物を見ていなかった3人は3チェックお願いしますね。なんだってんだこいつは。エイスケさんの銃でこっちにこいつの気をつけないか。ああ、やってみる。君らは下がっていてくれ。エイスケは触手に対して無造作に銃を乱射します。ブヨブヨとした触手の服は銃弾を受けてところどころ裂け、気味の悪い体液を溢れさせます。じゃあ、そうだな、エイスケの幸運で振りましょう。触手はぐるぐると体を震わせながらその先端をゆっくりとあらわにします。完全にあなたたちに向き直ったそれは、明らかな敵意を持った方向を発します。勝てるのかこれ。ここまで来たらやるしかないでしょう。それでは、実験室に現れた触手の化け物はその扉を破り廊下全域を射程に収めます。背を向けて化け物から逃走するというのであれば、敵の命中にボーナス、あなたの回避にマイナス補正が加わることを理解しておいてください。私はカナエをかばいます。カナエに対する攻撃は全て代わりに受けます。伊集院さんたちは戦えないわけだから後ろにいてもらって、アレックスさん、サクラ、エイスケさんと4人で前線で戦います。なるほど、わかりました。で、発行します。触手の攻撃対象は 1D5 で判定します。ここには探索者とエイスケのみが含まれます。伊集院が攻撃対象となった場合も、回避を試みたとしてカナエが代わりに狙われることはありません。そうなるのは伊集院が死んだ時です。触手の攻撃はターンの一番最後に行われます。命中率は低いですが2回行動します。頑張ってください。ではまずエイスケの先制射撃です。ああダメですね。エイスケの射撃は敵を捉えられません。では、私の行動ですね。武道防術を試みます。触手は巨大なため、回避はできません。アレックスの防術は正確に触手を捉えます。よし、次は俺だ。組付きにプロレス併用で触手を攻撃する。これは触手を引きちぎるとかそんな感じですかね。正宗は確かな手応えを感じます。物理攻撃は効いてるっぽいな。よし、俺もキックにマーシャルアーツだ。桜の蹴りは触手を通打します。これも効いてるようですね。さて、伊集院の行動順ですが、何かしますか？カナエをかばってその場に待機します。わかりました。ではサイド射撃です。エイスケは触手めがけて発砲します。射撃によって触手は再び体から体液を吹き出します。おぞましい光景ですね。すでに結構ダメージ与えたと思うけど、触手は平気な感じか。そうですね。では目視で確認できるところでは気づく部分があります。化け物の触手は先端でさらに何本にも分かれています。それぞれがゆらゆらと不気味にうごめいていますが、ここまで攻撃を加えた数本の動きが鈍いような気がします。じゃあ、触手を全部潰せば、攻撃してこなくなる、のか。さて、それでは化け物があなたたちに対して行動します。では、触手の攻撃が何回成功するかを決定します。1回成功ですね。一本があなたたちの元へと届きます。さらに攻撃対象を決定しますね。攻撃対象は伊集院です。触手は攻撃を仕掛ける4人の間をすり抜け、カナエをかばい思うように動けない伊集院めがけて襲いかかります。伊集院さん、